高橋川は神戸市東灘区の東部を流れる二級河川、兵六甲河川群の一つ。西は天井川、東は芦屋川が隣接する。高橋川、六甲山山腹の芦屋ロックガーデン付近の土部外市の池から宮川として流れで、魚や道のある尾根と並行して森北町から島市街地に入る。東海道本線と交差する地点で暗挙となり、 道路の元に入る。斜面が一段落すると芦屋川と住吉川の扇状地に挟まれた川成定地である本城定地となる。森稲荷神社の赤鳥居を過ぎたあたりで地上に現れて南西に方向を変え南南西に直進してきた串田川という暗渠と合流。鳴るお見線の先で西から流れてきた溶元寺川と合流する。この溶元寺川は根源国と 中野村谷の合流した本流が、右から風呂の川を合流した先で90度左へ、方向を変えて西から流れてくる。もともと、陽源寺川という名は、谷川筋や風呂の川筋といった横川へ合流する、複数の川筋を指した。合流した高橋川は、阪神本線深江駅のホーム下を通り、深江南町の神戸大学開示科学部とジャイス、神戸の間から、 大阪湾へ注ぐ。川口沖の人工島は、神戸東部第四港区である。支流の陽源寺川、支流陽源寺川は、六甲山と海に挟まれた狭い斜面にあれば、南北に流れざるを得ないにもかかわらず、自然界の常識に反して、約300メートルもの長さにわたり、東西方向に流れている。しかも、 昭和以前にはこの部分はもっと北にあり 1km 以上もあったのを工事によって今の姿となった。この部分は横川と呼ばれ、律令性における上履性の名残で下流を人工的に作り変えたと見られる。同様の地形は同区の天神側にも見られる。もともと横川の上流は天井側であり、昭和2年に下流を大谷側に付け替えられて、 横川は、廃川となった。また、1997年度より、高橋川放水路の工事が行われ、2007年に完成した。放水路は高橋川本流から、山手幹線の地下を通って枝分かれし、神戸市道小泉学校線の下を陽源寺川まで流れる。ありがとうございます。